情報基盤センター石川豊先生にもお話をお願いします。石川先生は慶応義塾大学電気工学専攻課程修了後、当時の中間省電子技術総合研究所に入社されまして、米国カーネギーメロンなど新情報処理開発校でのご研究を受けて、東京大学情報理工学科経営研究科に移られ、現在は情報理工系研究科の教授を務める方から東大の情報基盤センターのセンター長も兼任していらっしゃいます。ご専門は並列分散システム、超高性能計算システム、NW システムなど、大規模データの取り扱いについてのご研究で、本日はそのような観点からデータベースを考える内容にご発表をいただきます。タイトルは、大学情報基盤センター大規模データ解析基盤運用に向けてです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご紹介にあたりました東京大学西川です。ちょっとなんか場違いな気がしないでもないんですけども、計算機の、どれくらいのインフラの話、それからですね、プログラミング的な話とかそういったことを、お話しさせていただきたいと思っております。最初にこのシンポジウムとは直接関係は多分ないんだと思いますけども、以前ですね、東大のグローバル COE、ゲノム情報、ビッグバンから読み解く生命圏という公開シンポジウムが確かに夏にあったかと思いますけれども、その時も発表させていただきました。で、その時にその何をお話したかというと、最後にですね、実際にその大規模なデータ解析をするのはですね、もちろんたくさんのお金があればですね、その解析のためにリッチなハードウェアを構築、ハードウェアを構築すればですね、もちろん高速に処理できるわけですけれども、残念ながらその日本の経済状態相変わらず悪い状態で予算は限られている。でまた最近はそのエコシステムというのも重要、グリーンだとかそういうのも重要になっているわけで、なかなかその力づくでですね、ハードウェアを導入するのは非常に難しい。やはり皆さんが知恵を出してですね、高速なアルゴリズムを考えるだけでなく、きちんと、計算機システム上で、正しいプログラミングをしてほしいというふうに、思ってき、ている次第です。で、そういう話も、若干、先日はしましたので、ここに書いてある通りで、大規模データ解析のための学際研究、この後ちょっとお話しますけれども、それで一緒に、研究をしていきましょうということをお話ししました。で、その後の経過、経緯を若干この場でお話しさせていただけたらと思っております。で、本日の発表ですけども、最初にですね、若干、時間も迫ってますけども、我々の、共同研究拠点の、ご紹介をさせていただきます。で、その後、基盤センタースパコン紹介かと書きましたけども、これは、多分、若干は、はしょらさせていただきます。で、でその後ですね、今年度の、補助金で、基盤、最先端研究基盤事業ですね、文科省の、その事業から、我々のところに、ストレージ関係の、予算についておりまして、そのご紹介をします。それから、さっきお話をした、実際その、ゲノム情報解析系をですね、のアプリケーションを、我々の方で性能向上、させた、取り組みについて紹介させていただきます。で、最初に、我々の、センターの、共同研究拠点のちょっと紹介をさせていただきたいと思います。で、これはこの4月からですね、全国の、7、情報基盤センター、いわゆる、大学に設置されているスパコンセンター群と、それから、東工大の、センター、の、8大学が一緒にですね、共同利用共同研究拠点として、研究を、進めております。で、これはその、趣旨はですね、ここに書いてある、超大規模、数値計算系応用、今までの従来の、スパコン応用、です、それから、さらに、多分この、シンポジウムの、にも関係している、すみません、大規模、データ処理系応用分野
に関してもですね、共同研究をしていこうということで、公募をしております。で、今年度ですけれども、これは全体、8大学全体でですけれども、テーマ的にこの5つの分野からそれぞれ採択の件数が出ております。で、残念ながらやはりその、従来通りのですね、スパコン応用、左側のニューメリカナリス、数値計算ですけども、そちらの方が多いです。で、データ解析系の方はですね、2件で、そのうちの1件が、ゲノム、もう1件が、ウェブ系のデータコンテンツ系だったと思います。ということで、今年度はこれで今始めておりますけども、来年度の公募もですね、年末ぐらいから始まりますので、ぜひですね、我々と一緒に共同研究をしていこうという方がいらっしゃったらですね、応募いただければ幸いです。で、基盤センターですけども、東京大学、この隣に情報基盤センターがありますけども、我々2つのスパコンを持っています。1つが左が SR11000 というスパコンです。これは来年にはリプレイスされる予定です。から右側に上げているのが T2K 東大版。これはクラスター型の計算機です。で、これはあと4年ぐらい使います。で、左側の方のマシンのリプレイスに伴って我々スパコン蒸気盤センターは柏の方にですね、今建屋を建てておりまして、そこにこの左側のマシンの、リプレース、機はですね、柏の方に、移転する、で設置して運用する、予定におります。で、この辺のハードウェアの話をしてもですね、あまり、多分皆さんご興味ないかと思うのでこれもスキップさせていただきますが、一つ言いたいのはよくですね、スパコンはその我々も調達の時にですね、まず、数値計算の、演算スピードとか、計算のためのネットワークについて非常に気を使うんですけども、ファイル IO に関してはですね、どうしてもこう、二の次になってしまうというか、予算が一定の時にですね、どこに、お金を、つぎ込むかといった時に、今まで残念ながらですね、ファイル IO については、二の次になっていました。で、今度調達するマシン、においてはですね、きちんとその、ゲノム系の方々にも使ってもらえるような、ことを考えておりまして、IO 性能については、今以上の性能が出るようなものを、作っていく予定でおります。これはちなみに、で今、先ほどの、この右側のマシンですね、当初非常に IO 性能が悪くてですね、ゲノム、解析の人からも非常に、クレームをいただいたんですけども、それで多少、ファイルシステムを強化したという、図であります。で、今年度、先ほど、ちょっとお話した、最初にちょっとお話した通り、今年度、その、最先端、研究基盤事業でですね、データ解析系の、システムと、それから、ストレージを設置するということを今進めております。で、これは文科省のホームページにすでにアナウンスされている、ちょっと読めないかと思いますけれども、この後のこれは多分ウェブにアップされるかと思いますので、後でご覧になっていただければと思います。で、ここでの計画はですね、eScienceを進めていくためのインフラをきちんと整備しようという話であります。で、ここで言っている eScience というのはインターネットを活用して計算、実験、観測結果等の巨大データと、それから計算資源を利用してサイエンスをやっていこうという話であります。それで、最終的にですね、東拠点、西拠点という形で今、名前を付けておりますけれども、東大の基盤センターに、10ペタ、バイト程度の、ストレージシステムと、それからデータ解析用のサーバー、それから、西拠点としては、次世代スパコンのある、神戸の、計算科学研究機構にやはり10ペタバイトのストレージと、データ解析用の
サーバーを設置するということで、今、調達を進めている最中でございます。で、これらはですね、インターネット上、インターネット経由でですね、主に、まあ大規模なデータ解析をして、もらえる方々、あるいは、スパコンから、生成される大規模のデータを蓄積して解析するような、そういう方々に使ってもらうという目的で整備を進めている最中です。で、全体はですね、ここに挙げているように、まあ東側に言ったようにですね、ストレージ系と10ペタのストレージ系と、それから、データ解析サーバー、西京都にも同じものを置くということを考えています。から、こちらは柏地区の方に設置されますけれども、先ほど申し上げた SR1 万線のリプレースされたマシンというのも柏地区に置かれて、これらが融合されてサービスを提供するということを考えている次第です。で、若干もう少しのハードウェアの説明をさせていただきますけれども、ストレージの方は、先ほど来お話した通り10ペタバイト、以上のストレージが、多分設置される、予定で、おります。それから、データ解析の方ですけれども、およそ、ちょっと正確にですね、今調達をしている最中でありまして、正確な、値というのは書けなくて、ここに書いている内容はですね、使用書に書いた内容をそのままほぼ、そのまましか、書いてありますけども、基本的に、1ノード 2.9GHz 以上の86系の CPU で、全体で、1個の1台の、ノードが 12CPU コアから、メモリが 96GB 以上で、ローカルディスクを持ったものというものを、想定しております。で、これの台数が何台になるかというのは、これ、台数をですね、使用書上は書けないので、ベンチマークの値で、トータルで、どのくらいというふうな、書き方をしておりますけれども、およそ多分、80ノード程度のものというのが、設置される、予定でおります。で、最近ですと、ローカルディスクじゃなくて、SSD ですね、半導体ディスクを、設置つけるようにと、よく言われるんですけれども、この後、具体的な数値を出しますけれども、実際問題、現状においてですね、半導体ディスクを、入れたからといって、アプリケーションプログラムが、じゃあ、速くなるかというのは、もちろん多少速くなりますけれども、実はそんなに速くならない、思ったように速くならないという例をこの後、お見せしていきたいと思っております。で、あと、これについては、運用ですけれども、これは、基本的に、データ解析、ジョブを優先する、要するに、皆様方の利用を想定しております。それで、情報基盤センターはですね、基本的にマシンを使ってもらうときには、負担金という名前で名のもとに、お金をいただいております。で、これは何を負担していただいているかというと、電気代です。今までの基盤センターは、電気代、スパコンは電気代です。で、保守費用は、レンタル経費に含まれているので電気代だけいただいております。残念ながら電気代はですね、だけの予算は、持っていないためです。なんですが、今回のこれに関しては、補助金であるということもあってですね、補修費がですね、後年度負担として、ないので、ここについても、負担金としていただくことを想定しております。で、ただし、この基盤事業の趣旨というのは、若手女性研究者に対してその最先端の設備を提供するというふうな趣旨がございますので、そういうふうな趣旨にのっとってですね、若手女性研究者に対しては負担金を取らないということで進めていこうというふうに考えております。で、また、試験運用中はですね、負担金は、取らないで使っていただきたいと思っております。で、スケジュールですが、ここに書いてある通り、まだですね、これから今、調達が始まっていまして、来年になってから、運用が始まるというふうな、状況にあります。
ではこの後ですね、実際にそのその我々その、ゲノム、の情報解析のアプリケーションをですね、見てあのソースプログラムを見てですね、最適化、まあ、最適化というか、まあ差異はないですね、まあ、一応我々のできる範囲アルゴリズムとかそういったところを考えないで、まあ、計算機システム屋さんとしてですね、できる、まあこと、まあ、1週間ぐらいでやった話ではありますけども、でどれだけ早くなったかという話についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。でこれは一体ではその、ここにある、BWA というツールですね。ちょっと私これがどのくらい使われているのか、からこれは高速化してどんだけ本当にインパクトあるかというのは実は分かっていませんけれども、まあ、ともかく、最初にいただいたのはこれだったので、まあ、これについてですね、高速化というのを、試みました。でこれは主にですね、うちの情報基盤センターの、特任状況の、山本が、行ったものです。で、まあ、BWA に含まれる処理の中で、そのゲノムのアライメント処理、これは、並列処理をしています。から、それの後はそのフォーマット変換を行っていますが、この2つのところに非常に、時間がかかっています。で実際にですね、これが、いただあの、まあ、これはオープンソース、みたいですけども、オープンソースをもらってきて、で、まあ、そのまま、実行した、結果です。でここに書いてあるように、この結果はですね、インテルの、Xeon、まあ、2.93GHz、これは、まあ、今の、手に入れる、まあ、ほぼ、トップクラスの、マシンです。で、ハードディスクが、付いていて、あと、SSD、これはシリコン、半導体ディスクですね、2種類の半導体ディスクを、入れてですね、で、どのくらい性能が、変わるかっていうのを調べています。から、ここに挙げているのが、結果ですけども、この時に使った、解析データは、約 20GB の、データです。それで、この、アライメント処理ですけども、これは、15スレッドって書いてあります。これは要するに、15並列、15個の CPU を使って、並列処理をした、結果です。で、ここにリアルとユーザーとシスってありますけども、まあ、皆さんが、実行時間的に見ているのはこの、リアルのところです。で、このユーザーとシスの方は我々がその、どこに問題があるかを調べるためにシステムコマンドを使ってですね、CPU が、ユーザーのプログラムを実行している時間と、それから、OS、オペレーションシステムが、実行している時間というのを、計測した、結果を、示しております。で、まず、そのリアルの方だけ見ていただくと、わかりますけども、さっき言ったように、まず、ディスク自体はですね、例えば、ハードディスクは 104MB に対して、リード性能 104MB/s に対して、ハンドディスクは2倍の性能が出ています。SSD、OCZ というのは。ですが、実際には、実行時間というのは、そんなに、多分 10%、20% ぐらいの、性能アップにしかなっていません。これは要するに、決してその、ディスクがネックに、IO がネックになっているのではないという、証拠です。それで、さらにですね、このユーザー時間、を、見たいただいて、あとシステムが、実行した時間ですね。でこれは、ちなみにこれはこの639秒よりも、大きいじゃないかと思われるかもしれませんが、これは、15個の CPU15 個、同時に実行していて、それぞれ15個全部の、サンメンション足し算をしてますので、こんな大きな数字になっています。でこれを見て分かる通り、ユーザーの時間、プログラムの実行時間よりもこの、OS にかかっている実行時間というのが、大きいです。で、これがファイル IO の、ために行われているかというと、この後お見せしますけれども、そういう話ではなくて、プログラムがの作り方がですね、まあ我々から見ると、ちょっと、こういうことやっちゃいけないなっていうプログラミングをしているせいで、こんだけの、性能劣化になっているということです。フォーマットについて、はもうですね、このやはり、ここのところが大きいです。これも、同じように、我々が考えるに、やってはいけないようなことを、やっているからということです。で、実際に何が問題かというと、大きく、3つに分かれます。まず、
こっちの洗い、ですね、このアライメント処理、の方、両方全部関係あるんですけど、まず、無駄なメモリアクセス、です。これは同じファイルをですね、何回も何回も実は、読み直しをしているという。でこれは、要するに、調べてみると、1ギガバイト、1000回読みか、読み込んでる。1ギガバイトを1000回何回も読み込んで、同じファイルですよ、読んでるということは、これは要するに、1テラバイト分だけ読んでるということで、これはまあ、でしかも、読んでるだけであって、ファイルを修正、中身修正してませんので、これはまあ、わらかめと、なんでこんなことしてるのっていうようなことになるんです。で、これについては、ちょっと、メモリーバフトファイルアウトっていう、まあ、手法があるんですけども、これを使って、読み込みは1回だけになるように変更しています。で、これで、早く激減しております。それからあと、ファイル読み込み時にですね、まあ、これは何回も何回もシステムコールをしている部分をですね、最適化するっていうふうなことをやっております。ちょっと細かい話はここでお話ししませんが、それからあと、もう一つ特にこの同期処理、これは、この15個の、同時並列のところで生じている話ですけども、これはその実はちょっと、細かいクリティカルセクションという用語は解説は抜きにしますけれども、要するに非常に同時に実行してはいけない部分、配達制御しなければいけない部分というのが非常に小さいにもかかわらず、そこに、みんながそこで、配達制御し合ってですね、そこでその、ほとんどの CPU がウェイトしちゃって待ち状態になっている。でそこはもうどっちかというと並列化するのではなくて逐次処理した方がいいという判断で、我々の方はそこを逐次処理にして、それで性能がアップしています。で、その結果がですね、次に出ますけども、アライメント処理の方に関してはこれは、2から 2.3 倍の高速化になっています。で、このようにですね、激減、OS が、の実行時間を激減しています。で、ユーザーの、実行時間も、減った上で全体が減っていますということですね。でこれは、分に直すと10分から5分に短縮しています。からフォーマット変換、これはもともと逐次処理している、プログラムの部分ですけども、これは先ほどその無駄なファイルの読み込みっていうのがあって、でこれをなくしたことによって、激減しています。で結局 2.2 から 2.7 倍の、高速化になっています。でこれは、26分から、11分に短縮しているということです。で先ほどもちょっと言いましたけども、それで、これで、性能改善した上で、新たにもう一度ですね、ハードディスクと、半導体ディスクの性能を見るとですね、これ実はだからそんなに実は、半導体ディスクを、入れてもですね、実は、10から 20% しか高速化してないというのが、現状でありますということです。で、もちろんこの一つのアプリケーションだけを取ってですね、半導体ディスクじゃなくてその、ハードディスクでいいんだっていうような結論を見た、いうのは乱暴かと思いますけれども、今後、いろんなものをちゃんとですね、アプリケーションを見てですね、我々としては最適なシステムっていうのを、構築できたらというふうに思っている次第です。で、時間も、ないので、終わりにさせていただきたいと思いますけれども、先ほどもおっしゃったとおり、そのデータ解析サーバー、ライフストレージというのは若手女性研究者支援としてですね、優先利用から負担金免除としていく予定でおります。で、今後の情報をまだ、これからどう運用していくかというのは決めていかなきゃいけないんですけれども、基盤センターのホームページにアナウンスしておきますの、していきますので、ぜひご覧になっていただければと思っております。から、そもそも、この、シンポジウムのテーマ、10年先のデータベースを考えるという、テーマですけれども、これに関しては、やはり今、お見せした通りですね、アプリケーションプログラム開発者、私から見たときに皆さんですけれども、との共同研究を通してですね、プログラムの構築化を進めていかなければいけないと思っております。いくらですね、高価な、その計算機を買ってもですね、そのアプリケーションのところでですね、遅いコードを書いていると非常にもったいないということです。からあと、先ほどのコードは、いただいたとき、いや、これはレガシーのコードなので、いじりたくないというふうな意見をいただいておりますけれども、しかしですね、これは、やはり10年後、20年後、将来のことを考えるとですね、もう、書き直さないといけないんではないでしょうかというふうに思います。
でその時にですね、まあ我々と一緒にやっていくといっても我々もその、そんなに人の数がいるわけではありませんので、やはりその我々としてはですね、そのアプリケーションの研究開発をしている研究者の方々に対して情報教育をすることが必要だと重要だというふうに思っております。で、まあ、単なるプログラミングではなくてですね、やはりその計算システムの本質というのを理解していただいた上でですね、プログラミングをするような若手っていうのを育てなければいけないというふうに考えている次第です。以上でお答えします。どうもありがとうございました。